Bore. だろう。ここでは夢、幻まで全てが金で買える。ここじゃ金を持ってる奴が殿様だ。 天神だな。天神。おう、遊女の位を示す呼び名だ。天神は太夫の次に位の高い遊女だ。詳しいな。<笑>まあな。ああしてカムロって呼ばれる見習いの遊女を二人引き連れて歩けるのは天神だけだ。そうか。 どうした？あの女がそんなに気になるのか？いや、そういうことじゃないんだが。まあいい。じゃあ、行くとするか。 しばし待たれよ。
お客人、見たところ浪人のように見えるが。それがどうした？ここは祇園色町。素性のわからん浪人風情を立ち入らせるわけにはいかない何を偉そうに。ここは遊郭なんじゃねえのか？いかにも。だが誰でも入れるというわけではないのだ。はあ、要はわしらが金を持ってねえってことだな。そうだ、金があるなら見せてみろ。これで文句ねえだろ。え、門番の兄さん。あ、これは失礼いたしました。よし、じゃあさっきの女がいる店でも探して一丁派手に遊びましょうか。
いい場所、いい女。こんないい世界はないの。の。ん？ああ。ん？どうした？浮かない顔して。あの天神の踊りが好かんのか。いや、そうじゃないんだ。じゃあどうした。いや、なんというかそのこういう状況は不慣れで、それにそれにあんたにここまでしてもらおうというのもちょっとなんだお前、そんなことを気にしてたのか。いいんだいいんだ、金はパーッと使う方が気持ちいいだろう。ああようお越しやす。うん、うまい。美人に継がれる酒は格別じゃお上手。あんたこの町は長いのか。はい、もう10年になります。おお、しかし10年で天神になるとは大したもんだな。いや、うちなんかまだまだどす。太夫の姉さんたちに比べたら。はい、先生も。いや、俺は先生などという身分じゃ何を言うとるんだ。いいんだ先生で、ここじゃ金を持ってるやつが先生なんじゃ。そうどす。この町じゃお客様はみんな先生どす。そうか。少し酔ったようだわ。わしゃ小便に。ああ、それやったら誰ぞご案内よ。ああ、いいんだ。あんたはここでこいつの相手をしてやってくれ。え？あんたを指名したのはこいつなんじゃ。わしは夜風にでも当たってくるからゆっくり楽しませてやってくれ。あのお坊様、面白いお方やね。そう、先生がうちのこと指名してくれはったの。ああ。飲みっぷりどすわ。先生はこういうとこ初めて来はったん？ああ、俺には似つかわしくない場所だ。あら、そんなことあらしまへん。先生のようなお侍様が来てくれはったら。あの、はい、その先生っての
やめてもらえないか。え？何かこうよそよそしい感じで好きになれん。あら、ごめんなさい。それやったらお名前教えてくれはります？え？名前？そう、名前教えてくれはらんかったらうち先生とお呼びするしかあらしまへん。名前か。別にお名前くらい教えてくれはってもええやないのすか。いや、まあそうなんだが。聞いたらあかんかった？うち失礼なことしてしもたかしら。いや、そんなことはない。名前か。そうだ。ん？キリュウ。え？俺の名はキリュウという。あら、キリュウは言わはるの。ええ名前やね。そうか。キリュウ言うたら神津の国で東の京都って言われてる町の名前や。詳しいんだな。そんなことないわ。桐生織っていう織物で有名な町やから、この町の女ならみんな聞いたことがある名前や。なあ、吉野さん。ん？あんた、もしかして神津の国の出じゃないのか？なんでそんなこと聞かはるん？その昔、あんたによく似た女がいてな。そいつがその町の手だった。それで？いや、もしかしたらあんたがその女と関係があるんじゃないかと思ってな。どうした？キリュウは、この町の女にはな、過去ってもんがあらしまへん。え？この町では今がすべて。他人の過去を知ろうとするんはいけずやわ。つまり愚問だと。そう。でもどうしても知りたい場合は、うちを見受けするしかない。桐生藩にそれができはる？いくらかかるんだ？500両。500？そう、500。もし桐生藩がうちのこと自由にしてくれはるんやったら。うちのすべてを教えてあげる。ん？何の騒ぎだ？さあ、ただごとではないようだが。お侍様、お頼みが。パントさん。どうしたんだ？奥の座敷で遊女が切られまして。何？お酒に酔われたお武家様が刀を振り回して手がつけられへんもんで。駆け回りはどうしたの？それが今日は店の集金で出払ってまして。駆け回り？店の用心棒みてえな奴らだ。こういった騒動の収拾はそいつらがやるもんなんだが。そうなんです。そやからお侍様はお願いします。あのお客さんを落ち着かせてもらえまへんやろか。ん？俺が？へえ、もちろん俺はたっぷりとお支払いします。
お願いします。ここはお前さんの出番じゃないのか。金もくれるっていうしな。預かってくれ。え？俺はあんな男は嫌ん。え？そやかて丸腰やったら。大丈夫じゃ。え？奴はただの剣士じゃない。あんな酔っ払いの侍なんぞ素手で十分。さすがだな。どうした？大丈夫か？お侍様、誠にありがとうございました。これはお約束の。いや、しかしこんなに強いお侍様がいてはるなんて幸運でしたわ。なあ吉野。ええ、さすがやわ桐生藩。ほな、うちらは後片付けがおますんで、お客様はお座敷の方へ。ほな、うちも。金で買えないものはないか。そうだ、それが祇園色町。決めた。ん？何をだ。俺はこの町で生きてみようと思う。お前、ここに決めたのか。あんたか。駆け回り達也か。いい名前じゃないか。ああ。しかし本当に店を持つとはな。どうやって金を工面したんだ。鶴屋で番頭からもらった金を元手に一勝負打ってな。博打か。ああ、やはりあんたの言った通り、この町は金で動いているようだ。金を失うのも簡単だが、稼ぐのも簡単だ。まあ商売が成功すりゃうなるほど金がたまるさ。からの選別だ。受け取ってくれ。達也って名前にしたって聞いたからな、これを仕立ててみたんだ。いいから着てみろ。
く似合っておる。どうだ、気に入ったか。ああ。何よりだ。お前もせっかく祇園で生きる気になったんだから、このくらいかぶいても問題ないだろう。あんた、そんな荷物持ってどこかに出かけるのか。ん？おお、そうだ。どこへ？国に帰る。え？もうこの町ともお前ともおさらばだ。どうして？何を言ってるんだ。わしは諸国を漫遊する僧だ。いつまでもここにおるわけにはいかん。でもそんな急に。旅は治りを惜しまん方がいいんだ。特にわしみたいな風来坊の場合はな。おう、そういえば最後に一つお前に聞きたいことがある。お前どうしてこの町に残ろうと思ったんだ。あんたの言う通り、新たな人生が歩めるんじゃないかと思ったんだ。新しい人生か。でも本当にそれだけが理由か。いや、それだけじゃない。俺はこの町である男がやってくるのを待つ。ある男？俺の親友を殺し、俺の人生を歪めた男だ。じゃあお前はここに残ってその男への復讐をするため。いや、復讐でもない。ん？じゃあ何なんだ。俺はその男ともう一回戦ってみたい。もう一度会って勝負をしたいと思った。剣士として。剣士として？ああ。わしは剣士ではないが、お前に一つ教えておいてやる。なんだ？人間誰しも才能というものを持ってある。お前は強い。剣においては人より秀でた才能があるはずだ。だが。だが。才能は磨かなくては本物にはならん。確かに。だがな、幾多の修行や数々の鍛錬だけが才能を磨く術とは限らない。この町にいるのであれば、そしてその男と戦うのであれば、もっと視野を広げろ。視野？剣にとらわれない大きな視野を持て。そうすれば想像することができる。想像？そうだ、お前なりの想像だ。お前の剣を生かしたければその境地にたどり着け。視野、想像。そうだ、この町で駆け回りとして生き、さまざまな体験をしろ。その時お前の才能はきっと開花する。いずれわかる。お前はもっと強くなる。この町で大いに暴れろ。そして遊べ。それが今のお前がやるべきことだ。宮本武蔵よ。え？どうしてその名を？まさかわしが気づいておらんとでも思うておったのか。いや、気づいてないふりをしたのは、世に名高い悪党が本当はどんな男なのか興味があったからだ。あんた、ま、安心しろ。誰にも言わん。というかお前、そんなことよりも新しい名前が必要なんじゃないのか。まあそうだが。じゃあ名字は桐生でいいとして、下の名前はわしが決めてやろう。ん？ちょっと待った。
なんだあんた、なんで俺が桐生と名乗ったことを知ってんだ。あ、いや、それは鶴屋で飲んでた時、小便に行くふりして俺とあの遊女の話聞いてたんだな。まあそうだ。まったくあんたって人は。でもまあそんなことはどうでもいいだろうが。で、下の名前なんだが。ごまかすな。そうだ、カズマの助ってのはどうだ。ん、カズマの助。ああ、一直線に進む春芽の落とし。お前のようなまっすぐな人間にはよく似合う名前だと思うが。カズマの助か。ん、どうだ、不満か。いや、気に入った。その名前もらおう。よし、今日からお前は桐生カズマの助だ。擬音で思いっきり暴れ回れ。何の用や。私を買ってください。え、私を遊女として買ってください。お願いします。あんた、ここに来たばっかりなんか。自分の言うてることがどういうことか分かってんやろな。よし、ほな一緒についといで。はい。you
あの子の名前はハルカや。吉野。さっきお上に名前聞かれたあの子が自分で言うてたわ。私はハルカ、お前じゃないですって。ハルカか。聞けば大門で暴れてたらしいやない。あんな調子でやっていけるかしらね。そのことなんだが、あいつ、ハルカは本気でここで遊女になるつもりなのか。そうみたいやね。おかげでお上も今日は上機嫌やわ。上玉が安く手に入ったってなんかおはるっていう源氏名になるみたいやわ。うん、おはるか、いい名前じゃねえか。ところで吉野、一体あいつはいくらで鶴屋に身を売ったんだ。1両。何、たったの1両？そう、あの子はたった1両で自分の身売り渡したんや。金の価値がよくわからねえ子供相手だからってよ、お上もえげつねえことするぞ。おい、しかしあの子は何だってそんな真似したんだ。うちもそれが知りたいわ。子供が自分から身を売るなんて普通やない。旦那、達也であの子と何話したん？はるかは俺に仕事を依頼するために身を売ったんだ。仕事？ああ。殺された家族の仇を討ってほしいってな。なんだと？へえ。せやけどなんで駆け回りの旦那なんかにそんな依頼したんやろか。どうやら俺が金をもらえば何でもやると思ったらしい。はあ、それはまたとんだ勘違いだな。しかしまあこうなっちまった以上、あの子はお前が頼みを聞いてくれると思ってんじゃねえのか。どないするんや旦那。俺は人殺しなんてしねえさ。それにあいつが殺してほしいって言ってるのは。吉野さん、どちらですか。ああもう、もうお呼びや。休んどる暇もないわ。とにかくお店ではうちがあの子の面倒見るから、そっちは心配せんといて。ああ頼む。吉野さん。はい、ここにおるわ。あ、吉野さん、早う支度しておくんなまし。しかしまあお前も難儀な仕事を引き受ける羽目になりそうだな。まあ俺にできることがあればまあ協力すっから。ああすまない。
店を抜け出してきたのか。見つかったらただじゃ済まねえぞ。吉野って人が行っていいよって。ん？お金を持ってきました。これで仕事を引き受けてもらえませんか。足りませんか。もっとお金が必要ですか。いや、金の問題じゃねえ。人を殺すってのはな、お前が想像している以上に重いことなんだ。それにお前の人生を棒に振ってまで復讐する必要はねえ。そんなことをしても死んでいった奴らは報われない。そんなこと分かってます。でも分かっているけど許せないの。お父さん、お母さん、お兄ちゃん、何にも悪いことしてないのに。私から家族を奪った人間は私絶対に許すことできない。とにかく今ならまだ引き返せる。この金は俺から鶴屋のおかみに返しておく。お前はとっとと祇園から出ていくんだ。もうここしかないんです。私一人ぼっちで。これで本当に私は一人ぼっちになっちゃったんだなと思って。寂しい思いはさせない。浮世。おい、本当に後悔しないのか。たとえ宮本武蔵を殺せたとしても、お前はこの町で一生生きることになるかもしれないんだぞ。本当にそれでもいいのか。はい、わかった。え、宮本武蔵、いや、お前の仇を取ればいいんだな。はい、この依頼引き受けよう。ありがとうございます。さあ、話は済んだ。早く連れ屋に帰れ。はい。受けちまったか。大変だぞ。伊藤さん、いつからいたんだ。もう初めから全部聞かせてもらったんだ。そうか。まあこうなっちまった以上悩んでたって仕方ねえだろ。まずは動いてみたらどうだ。ああ、そうだな。
起きるよ。珍しいじゃねえか、こんな朝早くから。お春から頼まれた仕事の続きでもしてんのか。ああ。それで宮本武蔵については何か分かったのか。それがさっぱりなんだ。あんた何か手がかりになるようなことを知らねえか。それじゃああいつに聞くしかねえな。あいつ？本阿弥光悦という男だ。本阿弥光悦、それってあの有名な芸術家の？ああ、鶴屋の常連でな、しょっちゅうここへ来んぞ。そんな男がどうして武蔵の居場所を知ってるんだ。まあそれは言ってみりゃあかっから。そいつはどこにいるんだ。大門を出てから四条大橋を渡って、まあその辺の奴らに気がすぐ上がる。わかった、ありがとう伊藤さん。まあ気にすんな、それよりも無茶だけはすんじゃねえぞ。伊藤さんもな、もういい年だろ。うるせえこの野郎、言わしてあげばお前。まあいい、とにかく気をつけんなぞ。Thank you.
さるわ。来い。行くぜ。
ありますな。Yeah!
すまん。釣り屋の伊藤さんからあんたを紹介されてきた。そうか、入ってくれ。茶の作法はわからない。ふ、そんなもんはどうでもいい。まあ楽に飲んでくれ。どうだ味は。苦い。正直な男だ。で、俺に何の用だ。実は今ちょっとした人探しをしていてな。おお、人探し。そのことを伊藤さんに相談したらあんたを紹介された。ふっ、そうか。なぜ伊藤さんが芸術家として有名なあんたを紹介したのかはわからないんだが。まあこれを見ればわかるさ。一つの顔だ。ここは俺の裏稼業の仕事場さ。裏稼業？芸術家は表の顔、裏では情報屋としてやっている。情報屋？なるほど。それで伊藤さんはあんたに会いに行けと。伊藤は俺の裏の顔を知っている数少ない人間だ。俺は部下たちに今日の街の情報を集めさせて、それを顧客に売っている。なぜこんなことを。まあ単なる俺の趣味ってこともあるが、情報ってのは武力を上回る最大の力だからだ。情報が力？そうだ。古今戦の勝敗を決めてきたのは武力じゃない、情報だ。相手の情報を制した者が勝つんだ。じゃああんたが祇園によく足を運ぶのも情報を得るためなのか。その通り。あんた案外頭切れんじゃねえか。遊女を使って客の素性を暴く、情報集めにはもってこいの場所だ。なるほど、そういうことか。ふん、俺は今日の町のことはもちろん、祇園のことなら大概のことは知っている。じゃあ俺が駆け回りをしていることも。当たり前だ。あんたが単なる駆け回りじゃなく、金さえ払えばどんな仕事でも引き受ける、何でも嫌だってことも知っている。そうか、さすがだな。でさっきの話だが、人探しってのは何なんだ。ああ、実は宮本武蔵という男を探してる。お？宮本武蔵か。そりゃ厄介な依頼だな。今どこにいるか知らないか。うん、こっから先は商売だ。
もらうもんもらわないと教えられねえな。いくら出せば教えてくれるんだ。まあ落ち着け。実はお前に仕事を頼みたいんだ。仕事？ああ、駆け回りのお前にしかできない仕事だ。俺は曲がりなりにも芸術家だ。金なんぞよりも芸術にこそ価値があると思ってる。だがな、先日うちの蔵に賊が入って大事な収集品が抜かれちまったんだ。それを取り返してくれれば宮本武蔵の居場所を教えてやろう。賊の素性は分かっているのか？ああ、シシド売剣という男の一味だ。シシド売剣。最近京近郊で名を馳せている盗賊団の頭だ。林道から細道に入った先にある洞窟を根城にしているらしい。あんたのお宝もそこにあるんだな。そのはずだ。あれほどの品そう簡単にさばけるとは思えねえ。しばらくは手元に置いてあるはずだ。わかった。じゃあ俺はそのシシド売剣という男からあんたのお宝を奪い返せばいいんだな。ああ、取り返してくれたら取引成立だ。本当だろうな。安心しな、取引で嘘はつかねえ。よし、早速向かおう。待て、一つ忠告しておくことがある。忠告？シシドという男は鎖鎌という変わった武器を使うらしい。気をつけねえと返り討ちに遭うぞ。わかった。